はいはいはい、お晩でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151へ、今日はいきなり燗酒をやっておりますてかやります。あちゃ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 ちょっと熱いよほら。はい、勘太郎くんでちょっと厚めに燗をして、どっか色分かるのかな、ちょっと黄色いいい色になっておりますが、健康なしょんべんのような色じゃねえか、違うか、はい、ちょっと黄色みがかっておりますが、はい、鳥取の高いさみの本醸造です。今日は、さっき冷やでもちょっと飲んでみたんですけど、燗すると冷やの時より当然こうぐわーっとふわーっときますね。なんちゅうんだろう、米の味っつうんだか、熟成の味といいますか、製造年月日のとこに平成28年の12月となっとって、製造年度が平成26年度となっております。まあで今が平成29年の4月だから、今からだいたい2年ぐらい前に2年ちょっとぐらい前に絞られてこう熱処理されて、まあ貯蔵に入ったんだろうという酒です。2年立つとかどうか分かりませんが、まあ、最初のうちから酒は色はついとるもんですし、2年経ってさらにちょっと色が出てきて、ちょうどなんだろうな、焼酎、寝かした焼酎みたいな薄いウイスキーのようないい色になってきております。で、アルコール度数を見ると15、16って書いてあるんだけど、そんな度数を感じんぐらいの、なんて言うんだろう、アルコールアルコールしてねえというか、こう酒の部分と水とアルコールがようこう混ざっとるような、馴染んどるような、そんな酒です。とにかく自然な感じ、本醸造だから、まあ、アルコール足してはおるんだけども、なんかこう自然な感じのする本醸造です。いいんじゃないでしょうか。何に合うんだろう、今パッと浮かんだのは、その油揚げを焼いて、大根おろしとネギこう乗せて醤油かけてカーッと かぶりつくような、そんなのが食いとうなってきました。とにかくアルコールを感じないというか、まあそう辛くもない、非常に落ち着いたまろやかになった味わいの、これ高井さみの本醸造、まあ2年熟成酒とでも言いましょうか。肝心な、肝心アルコール肝心つって調子乗って飲んどると酔うてしまうもんで、このぐらいにしときましょうか。ゆっくり1合飲んで終わります。以上、佐渡伊藤酒店晩酌151へでした。